皆さんこんにちは、イモケンです。それでは行きましょう。教えてゆるらがシェフ。よろしくお願いいたします。イモケン TV の課題でございます。なかなかゆるらがシェフのコーナーが伸びてないという懸案。俺は普通のテレビだったらですね、もしですよ、コーナーとして打ち切るなんてぐらいの低たらく。これは別に世の中シェフだけの問題じゃない。シェフだけの問題じゃない。だからですね、僕もこう、いろいろ見るわけですよ、他の料理の。そういうバズってるじゃないですか。なんか10万サービスとか料理だ、テレビとか出てありますよ、みんな。この YouTube 何万人あれが、それ行きましょうよ。僕たち言ったから、米長シェフのコーナーだけで10万再生ぐらい、芋筋トリオの80万再生をぜひ。そのあれでここね、皆さん言うの忘れましたが、米長シェフ、東急田園都市線高津駅でですね、米長シェフの料理が冷凍で自動販売機で買えるという、そこですね、はい、駅の構内、はい、うまいですよ。ニョッキとかもう普通のね、ナポリタンだとか、いろんな、それこそこちらで作った料理結構入ってます、はい、このね、コーナーで作った料理も自動販売機で売ってます。野田塩を持ってますしね、野田塩アイスも売ってますので、ぜひ皆さんそちらに。ということで、本日のメニューなんですが、米長シェフ何でしょうか。本日も手抜きの。手抜きな、何ですか。リゾットなんですけど。リゾット、はい、リゾット本来生米からいきます。5分ぐらいかかっちゃうんですけど、うん、でも残ったご飯で、冷やご飯なんかいっぱい、もうみんな残ってますから、冷やご飯でリゾット、ね、イタリアンリゾット、そうですね、うんうん、で、牡蠣を使って、あら、牡蠣、まあ、カルボナーラ風味、牡蠣ボナーラリゾット。ちょっと皆さん分かりました。ちょっとよろしく、心理的に考えたみたいですよ。カルボナーラに変えてカキボナーラ。違うんですよ。もともとずっとやってるんです、カキボナーラ。え、マジで。パスタでカキボナーラスパゲッティ、それはやってたの。やってました、カキボナーラ。それをリゾットでちょっと、まあ、簡単に時短でできるように、ちょっとリゾットで、はいはい、まあ、今回のメニューじゃあ材料ですね、はい、まあ、柿もならので柿ですね、はいはい、生食用のもの、まあ、サイズこれくらいだと、まあ、6そうですね、ですね、はい、で、炊いた、まあ、冷やご飯ですね。冷やご飯ですね。残り物の冷やご飯で結構です。今日1人前なので、これお茶碗1杯分、お茶碗1杯、まあ、150g ぐらいですね、はいはい、で、にんにく、にんにく、ベーコン、ベーコンね、これ柿ボナーラやから、はいはい、で、白ワインですね。白ワイン、はい、で、卵、卵黄だけ使います。卵黄ね、はい、黄身だけ、うん、で、黒胡椒、パルメザンチーズ、うん、で、生クリームですね、で、野田塩、はい、まあ、お家にある、魚醤、来ました、お家にある魚醤。これを皆さん、この番組、このコーナーを見てる方はありますね、皆さん、魚醤家にもうそろそろこの家庭にもある魚醤、これがもう話題になってますから、僕らの周りでは米長シェフがひどいと、どこのご家庭にもある魚醤、これを見て初めて聞いたっていう人もいますからね。魚醤って何やっていう人もいますから、まあ、これどこに売ってるんでしたっけ。これはインターネットカルディにも売ってるんです。カルディには売ってないですけど、売ってないんかい。イタリアにあるんですよ、はい、イタリアの魚醤が、はいはい、イワシの魚醤があるんですけど、そちらで構わないですし、これはちょっとアユの魚醤を、アユの魚醤お店では使ってます。インターネットで探してください。なければ、はいはい、白だしとかああいう感じでも、白だし、あかん、もうそこは魚醤で、まあ、魚醤や、もう米長シェフの時はもう魚醤でいきたいと思います。じゃあ早速よろしくお願いします、はい、はい、では、うん、もうカットはもう全部してるので、全部してるので、はい、もう料理いきましょう。はいはい、牡蠣に塩と、うん、軽めの胡椒で、あとはもうフライパンで、僕はあ、いいんすか。いや、塩でしょ、うん、はい、あとこれでいいんでしょ、はい、どれぐらい。あ、もうそれで十分、はい、今、手で止めようとしましたよ。すげえ、あ、まあまあ、黒胡椒なんで、まあ大丈夫っちゃう。そうでしょ、胡椒好きなんですよ、僕。軽めでいいです。これが食べるから別にいいでしょ。
そうなん、それはもう後ほどかけていただいてそれで文句言うたら、これこそ聞きすぎや言うたら俺のせいです。はいはい、はい、じゃあもう向こうで、はい、行きましょう。このまま、うん、はい、はい、はい、どうぞ。そうなんだ、はい、うん、はいはい。で、ニンニクですね。これもいつも言うようにフライパン火つける前ですね。そうですね、うん、でこれ2分の1かけですね、うん。お前のニンニクでも大丈夫。あ、もちろん大丈夫です。で本来カルボナーラにニンニク使わないですけども。あ、そうなの。ちょっとパンチつけたかったので。僕もニンニク好きやからね、ニンニクは何でも入れたいな。カルボナーラニンニク使わないけども、今回はニンニク入ります。ゴリゴリですね。じゃあ、いただきます。香り付けですね、まずは。本来、ニンニク使うイタリアンなんですけども、うん、白いソースはニンニクは色はつけないです。はいはい、鶏肉とかもそうなんですけど、焼き色つけないんですけど、これは少しあえてつけます。はい、ちょっとこうやって下を、カキボナーラ、カキボナーラはしばらくあるんですけど、ここでちょっと火を通して、ちょっとあってなんですか、今のうちに持ち込んで、はい、いいですか、うん、ここでいきますね。うん、なんですか、あっとかいうお米なんですけど、うん、これ炊いた米、これ4枚なんですよ、今日4枚とか粘り気が出るので、うんうん、洗ってください。はいはい、うん、お水です、うんうん、そうすることによって、うん、この粘り気が取れてさらっとするので、うん、もう水だったように緑になるんです、うん、そんな、いや、これ結構重要ですよ。そんな言うのだろう。いや、これはちょっと重要なの、分かりましたよ。分かりました、置いてください。洗うのね、分かりました。さらっとする、少し色出てきます。ニンニク色出てきました。はい、ここで、はい、ここでベーコンです。ベーコン入れます。このベーコン火が入ってるものなんで、はいはい、まあそれね、ベーコンはね、はい、で火加減しながら、うん、感じですね。はいはい、ありがとうございます。でこれ牡蠣生食用ですけど、うん、まあ、ちょっと気持ち焼き色つけるじゃないですけど、少ししっかりめに表面を僕はもうこれぐらいでもいいぐらい、生食ぐらいだ。あー、なるほど、具合に入れすぎた。ここで白ワイン、白ワイン、ここで、はい、これ入れていただいて、うん、白ワインをちょっと詰めて、うん、ちょっとアルコールを飛ばす、はい、して、これだけ言ったらなんかペペロン、牡蠣のペペロンチーノみたいな感じじゃない、はい、牡蠣と生クリーム合いそうやな、この感じ、はい、なんか出てきた、で生クリーム、リゾットなんですけど、うん、作ってるイメージはちょっとパスタっぽいですよ。先にソース仕上げて、ね、洗った米入れて、本来だったらここで先に米入れて、そうです、そうです。まあ残り物のだお米でちょっと水で洗えばいいという。ここに魚醤を、あれば、これコクが出ると、鮎の魚醤でございますね。で、生クリーム少し詰めていただいて、はい、ほんで、ここで黄身を、卵白はまた他の料理に使って使えるもんね、はい、準備だけして、うん、こんな感じで、はいはい、お米を、これでお米入れればいいですか。入れますよ、ここに入れればいいですか、はいはい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、大丈夫、はい、この感じで、この感じ、おー、なるほど、もう要は麺の代わりに米を入れてると思えばいいですね。で、この感じで、まあ、少しクリーム調整、うん、ちょっと足りないかな、なければ、うん、別にクリームじゃなくても、はい、水とかでもいいですし、牛乳でもいいね。ここで、もう火を止めていって、はい、これで、はい、ここで、最後に卵黄、まあ、チーズですね、チーズ、まあ、カルボナーラや、で、火を止めて、これが大事な、火を止めてからのカルボナーラ、カキボナーラです、これ、はい、イタリアの技法でマンテカーレって言って、マンテカーレ、こうやって攪拌して空気を入れて、はい、トロッとクリーミーになる、はいはいはい、マンテカーレっていうパスタって言ってます。それ乳化のそれで作ります。はいはいはい、こういうの見た目と完全、はい、出来上がりましたよ、カキボナーラ。ちょっとだけ味見させてください。はいはい、はい、OK です、はい、OK、
じゃあ、これですね。いよいよ盛り付けてもらう。はい。はいはい。まあ言うたらカルボナーラの本当にお米バージョン。そうですね。これも簡単ですね。簡単なのを作れと。いや本当やっとですよ。時間かかりましたわ。この方にこういう料理を作っていただくために。ああでもなんか生米からやってるより僕はこっちの方がいいかな。そうですね。生米のやつはお店で食べればいいですよ、ね。そう。だってこれリゾットでしょ。あリゾットや。リゾットやね。うわ。ゴムベラ使うとこんな感じで、うん、あの多分やりやすいと思うので、はい、ゴムベラおすすめします。カキボナーラでございますよ。はいはい。カキシェフなんで、うん、こういうとこは細かいシェフでございます。はい。でちょっと仕上げにカキボナーラで塩と。ちょっと塩欲しいですね。結局生米で味がついてないので、うん、あの炊いた米で味ついてないので、うん、やっぱ気持ち塩があった方が最後に、はい、からお塩感が足りないなと思ってたらいい。で、まあカルボナーラカーボンなので、はい、お塩ですね。うわー、そうや。はい。え？出ました。柳永シェフ、これはない普通はないけども、オイオリーブオイルです。かけすぎなんだよ。という声が聞こえてきそうでございます。で完成ですね。これで出来上がりました。はい、牡蠣のリゾット、牡蠣ボナーラの完成です。はい、早速実食といきましょう。はい、さあできました。お米料理でございますね。はい、まあ牡蠣のカルボナーラリゾットということですね。はい、カキボナーラでございます。これも簡単に本当できましたね、はい、もうすぐ会えるという感じです。もう見かけを本当に一から作ったんじゃないかという冷やご飯で作っているカキボナーラ、早速いただきたいと思います。まずね、米からいきましょう。いただきます。これね、あ牡蠣の出汁が出てるからこれ全然、まあ、食感は正直リゾットとは違うんですけど。そうなん？だったらもうちょっと、まあ、そのアルデンテじゃないんですけどパスタ周りに近いんですけども、日本人はこっちの方がいいかも。マジでこれうまいわ。こんなんじゃ子供喜んで食べるよ。まあ、柿の苦手な人はあれかもしれないけど、柿じゃなくても普通のカルボナーラでもいいですし、なんか柿なくてもいいもんな。でも例えばだしが出る系で言うとアサリとかでもいいかもね。アサリの柿もあの柿ボナーラって言いたいから選んでしょ。わかった。柿ボナーラって言いたいから柿。いや違う、柿ボナーラとウニボナーラは僕前から作ってた料理。カキボナーラとウニボナーラ、ウニのカルボナーラを、じゃあこれでウニボナーラでもリゾット絶対うまいやん。もちろんでもできます。ウニ高いけどね。カキボナーラ、あーなるほど、これうまいな。ちょっと、うん、冬ですね。うまい。いやなんかしこれうまい。これさ。これじゃダメだけど、それは柿じゃなくてもいいから。ああそうですね、これ絶対当たるって。なるほど、ちょっと冷凍できるでしょ米で。そうですね、これ絶対例えばアサリなのか、まあまあ何かで、まあ、このタイプのリゾット、このタイプのリゾットやったらそんな時間かかんないでしょ。まあちょっとじゃあこれ近々高津駅に出てちょっとメニュー開けようかもしれません。これでもうまいって絶対日本人に合う。そうですね、まあ、あんた日本人でしょ、まあ、なんかイタリア人的にはイタリア的にはとかって一応一応言うけど、ぜひ魂売ってるんですかイタリア人。いや全く売ってないですということで、これうまいです。柿のリゾット、うん、柿ボナーラぜひお試しください。簡単にできますので、
本日カキボナーラいただきました。ありがとうございました。